私の名前はパニコ、29歳の在宅ワーカーです。幼い頃に母を亡くして、今は父と二人で暮らしています。会社を経営している父は昼間は仕事なので、昼にはいつも私一人、ついつい面倒なので昼食の支度もさばりがちです。あー疲れた、お腹空いたな、作るのも面倒だしどうしようかな。そんな時、友人の涼子から電話が入りました。もしもしパニコ、元気？涼子、久しぶり、どうしたの？実はさ、最近クレームが多くてちょっと疲れ気味だから、飲みながら愚痴聞いてもらえないかと思ってお誘いの電話しました。ふふ、いいよ。涼子の仕事って確か出前サービスのカスタマーセンターだっけ？最近流行ってるよね。私も気になってるんだ。最近自転車やバイクで出前サービスのリュックを背負って移動している人をよく見かけます。一つのお店に出前を頼むんじゃなくて、和食から洋食、中華、デザートまで何でも自宅に出前してもらえる便利な出前サービス、そこのカスタマーセンターで涼子は働いています。まあたくさんの人が利用しているサービスであれば、クレームの一つや二つあったって不思議ではないでしょうね。涼子との電話を切った後、私は出前サービスのホームページを開きました。せっかくだし、涼子の会社の出前サービスでお昼を頼んじゃおうかな。いろいろなお店のメニューをあれやこれやと見比べた後、私は特上サーロインステーキとライスとコーラを注文しました。日頃頑張って働いてるんだし、たまには特上ステーキで自分にご褒美をあげないとね。いしし。30分程度で配達されると表示されて、私は届くのを楽しみに待っていたのですが、配達予定時間を10分過ぎても20分過ぎても30分過ぎてもまだ来ません。まあある程度の時間のズレは許容範囲だとしても、お腹空いた。1時間待ち続けて、さすがに我慢の限界が来て、私は出前サービス会社のカスタマーセンターに問い合わせてみようとスマホを手に取りました。するとその時玄関のチャイムが鳴ったのです。ようやく来た。あーお腹空いた。玄関のドアを開けると、立っていたのは金髪頭の若い男性でした。チェース、出前届けに来ました。本日担当の泉と申します。ああ、はい、ありがとうございます。遅かったですね。1時間待ったんですけど。私が文句とも言えない文句を言うと、泉というその若い男は顔をゆがめて舌打ちをしました。なぬ舌打ち。いやあ、左遷、道に迷っちまって左遷したな。なんだこのドキュン臭の強い男は。出前サービスの配達員ってみんなこんなにドキュン系なの？商品を受け取って玄関を閉めながら、私は涼子の言ったクレームが多いという言葉を思い出していました。確かにあんなのばっかりじゃ涼子も苦労するだろうな。そんなことを考えながら、届いた袋を開けると、袋の中には頼んだはずのコーラが入っていなかったのです。もう無礼なだけじゃなくて商品も間違えてるじゃん。まだ配達員がいないかと玄関のドアを開けると、その配達員は原付バイクにまたがったまま私の家の前で電話していました。なあがったり、はあ、今ようやく終わったよ。てかさ、今配達した家って超豪邸なんだけどさ、どんな人が出てくるかと思ったら、おかっぱ頭のチンチクリン女が出てきたんだぜ。美人のお嬢様とかならラッキーって思ったのによ。ああ残念。なんだと。私が文句を言ってやろうと思ったその瞬間、配達員の男はブイーンと原付で走り去ってしまいました。おかげで特上ステーキのウキウキ気分は台無しです。コーラもないし、はあ、こんなことなら出前サービスなんて頼まなきゃよかった。カスタマーセンターに電話して苦情を入れようかとも思いましたが、この出前サービスは
誰でも簡単に配達員になれる手軽さが受けたと聞いたことがあります。きっと中にはああいう態度のよろしくない配達員も混じっているのでしょうね。あの配達員に当たってしまった私の運が良くなかったのでしょう。とはいえ、カスタマーセンターで働く友人の涼子には申し訳ないけど、しばらくは出前サービスを頼むのはやめようと思いました。ところが翌日、仕事が休みで家にいた父が昼ご飯にピザを食べないかと言ってきました。なんだかピザが無性に食べたくなっちまったんだよ。ピザ？いいけど、スーパーで買ってこようか。いやー、さっき出前を頼んだから。出前？なんだか嫌な予感がする。そしてその嫌な予感は当たりました。一向にピザが届かない。待ちきれなくなった父は近所の本屋まで行ってくると出かけてしまいました。私は自宅で待ち続けて1時間、ようやく玄関のチャイムが鳴り、玄関のドアを開けると、じゃあ出前届けに来ました。昨日と同じ配達員がヘラヘラ笑いながらそこに立っていたのです。今日も遅かったんですね。はあ、さあさあ、道に迷っちゃった。昨日も道に迷って今日も迷ったんですか？あー、すんませんけど、苦情とかカスタマーセンターとか店にお願いします。じゃあ、ザースでした。その配達員はピザを玄関に置くとヘラヘラしながら逃げるように去ってしまいました。くー、あったまくるー。イライラしながらピザの箱を開けると、は？半分しか入ってないじゃない。なんと2枚のピザのうち1枚は半分なくなった状態で入っていたのです。さらに箱を見ると開封した痕跡が。父が帰ってきてからすぐにピザ屋に電話しましたが、もちろんお店で商品を配達員に渡した時には1枚丸々入っていたとのこと。あの配達員が食べたんだわ。私も父も怒り心頭、すぐに涼子に電話をかけました。ちょっと、あんたの会社の出前サービス最低よ。頼んだピザを泉っていうドキュン配達員が食べちゃったの。カスタマーセンターに電話するべきだろうけど、頭きちゃって涼子にも言わないと収まりつかないよ。すると涼子の話では、泉という配達員は有名なドキュン配達員で、会社側もかなり迷惑しているそうなのです。こういったトラブルは日常茶飯事で、クレームの電話がセンターに殺到しているとのこと。会社は早々に契約を打ち切るつもりらしいと涼子は言いましたが、でもさ、クビにしたところであの配達員にとっては別のバイトさえ見つけちゃえば痛くも痒くもないってことでしょ。人の金で飲み食いして私のことチンチクリン女って言いやがって、絶対に許さねえ。だよね、クビにするだけじゃ気持ちが収まらないよね。私だってあの配達員のおかげで何件のクレーム電話に頭を下げてきたことか。私も腹立ってたの。お嬢、やっちゃいますか？もちろんよ。お手伝いしますぜ。こうして私たちはあの配達員を一丁懲らしめてやることにしました。クビにするのは会社に任せて、こっちはこっちのやり方で蹴りつけようじゃないのよ。このパニコ様をチンチクリンだと嘲笑った代償はきっちり払ってもらいますからね。イシシ。そして翌日、私は再び同じ出前サービスで注文しました。今回の注文はお寿司、しかも特上10人前です。サクッと注文を済ませ、しばらくスマホを注視した後で、私は徒歩1分のところにある公園へ。公園に着くと、入り口にはやっぱりあの配達員の原付バイクが駐車してありました。私は茂みに隠れながら配達員が座るベンチに近づきました。公園のベンチに座った泉という配達員は、出前サービスのリュックの中からためらいもせずに寿司桶を取り出すと、うひょー、今日は特上寿司か。あのチンチクリン女、別に大した文句も言わねえし、超ラッキーだぜ。泉は笑いながらそう言い、寿司桶からウニをつまみ上げました。ほんじゃまずウニからっと、ありがたくいただきます。配達員は寿司をパクリ。そこで私はすかさず
茂みからカメラを持って飛び出しました。シャッターチャンス、バシャッバシャッバシャッ。寿司を食べている配達員の姿を激写。隣では涼子がビデオカメラをしっかり構えて動画撮影もしています。なんだ、あ、ちんちくり用な、なんで俺の居場所が。あんた配達員なのにそんなことも把握してないの？あんたが働いている出前サービスは配達員の居場所をリアルタイムで知らせてくれる便利な機能がついてるのよ。スマホをチェックすればあんたの居所なんてすぐにわかるの。なんだと？信じられない。配達員になるときに説明を受けて知ってるはずでしょ。知らねえよ。そんなの、そんな細かい説明なんていちいち覚えてねえし。ああ、おかげでこっちがクレーム受ける羽目になってんのよ。分かってんのか、オラ。とにかくあなたが注文の寿司をつまみ食いしている証拠はいただきました。これを会社に送れば首は確定ね。すると泉はなんと開き直ってヘラヘラ笑い出したのです。ふっ、そんなことしたってどうせ俺がクビになるだけだろ。あと食事代の弁償するくらい、別に新しいバイトをすればいいだけだし。クビになるだけならね。ああ？私が答える前に父と父の会社の部下が公園に入ってきて私の後ろにずらりと並びました。実は父の会社の人はみんなこわもて揃いなんです。特に部下の熊田さんは初めて見た子供が泣き出すくらいのこわもて顔。熊田さんは配達員に詰め寄ると顔と顔がくっつきそうなくらいに密接して凄みのある声で言いました。寿司うまかったか。ああ、うちの社長とお嬢のピザも食っちまったそうじゃねえか。そうだよな、そりゃ怖いよな。あのね、私の父は山本組の組長なのよ。山本組？知らないよ、そんなの。知らなくて当然でしょうね。素人さんにはあまり縁のない世界だから。でもその筋の人たちの間じゃ有名よ。泣く子も黙る山本組ってね。私の言葉にガタガタと震え出す配達員の男。どう落とし前つけさせますか、山本組長。組長。熊田さんがそう言った瞬間に父がポキポキと指を鳴らしながら一歩前へ。俺たちの特上寿司を食ったのはお前か。俺はな、今腹が減って腹が減って仕方ないんだよ。なんだって俺たちの寿司をお前さんが食っちまったからよ。なんならお前をミンチにしてハンバーグでも作ってやろうか。お父さん、それはダメ、まずそう。おとあんた自分の出前先が山本組だって知らなかったわけ？自宅の裏が事務所になってるじゃないの。だって俺ここら辺に住んでなくて。だからですね。あんたね、あんたのせいでカスタマーセンターがどれだけ迷惑被ってると思ってんのよ。うちの出前サービスの信頼ガタ落ちなんだから。パニコのお父さんにきっちりけじめつけてもらった後はこの私が会社まで引っ張っていくからね。ああ、先に俺らの分の落とし前をつけさせてもらうからな。まあ俺らのけじめの後で涼子ちゃんが連れていける体が残っていたらの話だがな。山本組長、コンクリ買ってきましょうか。あ、砂場に用意しとけ。ばずっとガタガタ震えていた配達員は突然私にすがりついてきました。許してください。今回の件はちゃんと反省しております。なので どうか落とし前だなんて、そんなガタガタ抜かしやがって。反省だけなら猿でもできるわ、このボケが。あんたにはしっかり反省してもらう、覚悟しよう。私の一声を合図にお父さんや熊田さんたちが配達員にじりじりと歩み寄りました。
ご勘弁を、お願いします。すいませんでした。その後、配達員の泉はもちろんクビになりました。私たちの証拠の動画と写真だけでなく、他にも相当な件数の被害があったために、涼子の会社が弁護士に依頼して損害賠償を請求する訴えを起こしたみたい。なおかつ泉は配達先の女性が美人だと自宅の住所を知っているのをいいことに付きまといまでしていたらしいのです。警察にも捕まり、被害に遭った女性からも慰謝料を請求されているとか。この先別のアルバイトをしようにもどこにも雇っちゃもらえないでしょうね。いやー、あいつがいなくなってからクレームが激減したよ。これもパニコのお父さんのおかげ。いしし、よかったね。それにしてもあの時のあいつのガタガタ震えてる顔、ほんとマジスカーッとしたよね。ねえ、ところでさ、パニコのお父さんっていわゆるその任侠な世界の人だったの？え？違うよ。え？だってこの前山本組の組長って。はあ、あれはね、お父さんが経営してる保育園の組の名前だよ。うちの保育園は各クラスに担任の名前がつくの。だから熊田さんのクラスは熊組だよ。いつも保育園じゃ熊さん柄の可愛いエプロンつけて仕事してるの。え？いつもご視聴ありがとうございます。この度進撃のミカがスカッとする話のアニメーションチャンネルを始めました。その名もスカッと激ミカです。ミカ、イチなどおなじみのキャラクターがスカッとする話や感動する話、時々恋愛話もありかもという感じで、夕方6時に動画を更新します。ぜひチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。